久サダ子は、日本の現代音楽の作曲家。東京音楽大学作曲家を卒業、同研究家修了。西草重明、湯浅アキ、ジョージに指示。日本音楽コンクール第3位。バレンティーノ仏キ国際作曲コンクール第1位。第5回カジミエシュセロツキ国際作曲コンクールメック。出版社特別賞。イサム音楽祭世界音楽の日々入選など。 国内外の主要なコンクールに多数入場、入選を果たした。現在は母校の東京音楽大学及び付属高等学校で講師を務める。本人は自らの作風についてすべての音に必然性を持たせると語る。代表作となった5人の奏者のためのプログノスティケーションのように作品は緊張力に富んだ後派の楽器法を見せている。近年の作品では プライムアルファーのように耳に受け入れられやすい響きに傾斜しているが基本姿勢は変わっていない。作品はいくつかがリコルディベルリンから出版されている。2006年には初のソロアルバムがハザットからリリースされた。2017年に2枚目のアルバム黄色いレンガに導かれてを発売。ありがとうございます。